こんにちは、翔太です。今日もグラクロやっていきます。今日はですね、フェスガチャ、マイレージ900まで回していきたいと思います。ダイヤ650個あるんでね、もう天井までもう回してメリオダスゲットしていきたいと思います。まあ一回もうメリオダス出てるんですけど、懲りずにね、また天井まで回してゲットしていきたいと思います。早速最初の10連いきます。どうですかと。来るかな。まあでもね、さすがに天井まで回すから、まあまあまあ、波はあるけど多分来るんでね、来てほしいけどね。いきなり、お、まだわかんないよこれ。いきなり来そうな。あ、来ないな。あ、ダメだね。おい、あれ来てた。嘘、負けたのに来るん。あ、そういうこと。負けたけど来るの。マジかよ。ちょっとわかんないな。いきなり来たけど、まあまあまあ UR ですね。まあ持ってるキャラなのに、まあ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 、まあ来ないよりはいいね。 SSR 来ないよりは全然いい。さあ2回目10連これはどう。わかんないよ。まだ昇格の目はあるよ。昇格していく。いいね。倒していく。レインボー、いいね。ほう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 。まあ1枚ですけどね。 SSR さあ、メリオダスちゃんかも。メリオダス来てくれ。俺のメリオダスじゃない。流動シエル、なんだよ。まあまあ、流動シエルはね、使わないんだよね俺。あんまりっていうか全く使ってないね。まあいいか。まあいいな。うん、お、確定きた。ロストベイン持っている。確定ですね。いいね、連チャンしてるよ。いいよいいよ、 SSR 連チャンしてるよ。流れいいよ。3連チャンだねこれで。うん、素晴らしい。いいよ、フェスガチャ素晴らしいよと。さあ弾き飛ばしてゆく。フルカウンター、いいね。調子いいんじゃないですか。あ、今日調子いいんじゃないですか。来てるよ、来てる来てる。 SSR 来てるよ。素晴らしい。さあ次こそはメリオダス頼みます。お、メリオダスじゃない、師匠。師匠の方来ちゃった。チャンドラー、なるほどね。チャンドラー来たと。まあでもね、いいんじゃないですか。まだまだ連チャンしてほしいね。来るかな、来るかな。まだわかんないね。さあ持ち上げていく。 OKOK、 いいんじゃない。さあここから逆転の、オーマイグッネス、これはダメでしょ、これはダメだ。さすがに4連チャンは許してくれませんね。5回目いきますと。さあさあさあ、ただね、出だしは好調なんで、また来てくれるんじゃないですか。さあ来てくれと、弾き飛ばしてくれと。オーマイガー、これダメだね。うん、ダメでしたと。5回目も不発と。じゃあ6回目、いきますよ。来てくれ。お、フリーズした。あら、これは熱いんじゃないですか。フリーズしてるよ。フリーズっていうことは
まあ、パチスロで言うともう大当たり確定の予感、ただやられていく。あれ、あでもデリエリ来てるわ。ほう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 、まあ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 、7回目いきますと。フリーズしている。これはただ単に重たいだけなのか。このフリーズはね激アツだけど、ね、パチスロで言うともう確定だけどね。演出確定演出よ。こう画面真っ黒に行ってこうフリーズするっていうのはね、もうパチスロではもう確定、大当たり確定よ。ただグラクロに関しては確定ではない。なるほどね、新しい演出ではないということですね。ただ単純に俺の携帯が重たいだけということでしょうか。さあさあさあやっていきますと、あともうちょっとマイレージ乗って、ああやられていく。うーん、さすがに渋いね。連チャン来た後のおかも補修確認、バンバンか。いやーバンか。まあいいよ、分かった分かった、許してやるよ。まだね、俺にはねまだね300あるから、こっからねマイレージ900まで回していくんで、あと300あるよ。あと10連だよ、頼むよ。行ってくれメリオダス、お前の力見せてくれ。まだわかんない、昇格の目はある、まだわからん。あれ、ええ何これ、え新しい、今の何、新しい演出じゃないの、あのあれがなかったよ、なんちゅうの、ダイヤのあの光みたいなのが、真っ暗なところからいきなりダイヤバーンって出たよ。あクリスタル、ダイヤクリスタルか、すげえな。これはもう激アツじゃないの。おお、そっちのメリオダスじゃない、このメリオダスではない、俺が欲しいのはそっちじゃない。闇メリクレ、もう一回いきますと、あれ新しい演出来たね。え何これ、初めて見たんだけど、初めて見る演出を見た。あれバグじゃないよね、あれバグじゃないよね、新しいやつだよね演出。さあもう一丁、さっきの演出見たいね、もう一丁見たいよ。さあさあまだ昇格のあれがある。あだよね、こうやってビューンってなるよね普通ね、普通こうやってビューンってなるよね。これはダメそうだね。はいはいはい、はい、もう一回いきますと、さあフリーズしていく、真っ暗な画面からのメリオダス。さあこっから大当たりの予感がプンプンしますね。期待値が上がってくる、弾き飛ばしていく。これは確定じゃないか、 SSR 確定じゃないか。また聞いていく、 OK SSR 来てる、いいね。さあメリオダス、お、また来た、これ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 、お、しかも2つ来てるわ。 SSR2 体来とるやないかい。さあ闇メリクリ、闇メリ、闇メリ、闇メリ。さあ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 次来た、オッケー、闇、うん、デリアリー、オッケーオッケー。まだまだもう一体いるからね、 SSR まだもう一体来てくれて、ここは闇メリを希望します。さあお、うん、何、お前はバンじゃないか、キビじゃないよ。しかも、あれサッタいたの、マジか、ゴーセルもいたやん。
3体おったやん。え、全然わからんかった。3体やん。またちょっとね、ラグいだけか。いやでもやっぱあの演出あれだね、新しいよね。やられてくる、これダメですね。あ、ん？また来た。いや、わからん。え、しかも2体来てるんだけど。え、やられてるのに2体来たんだけど。なるほどね。なんだろう。読めないな。確定演出読めないよ。だってやられてたやん、アルビオンに。ボコされてたのに2体来たんだけど。どういうこと？で、持ち上げて、これはまだね、なんか来そうな予感するよ。これはね、持ち上げてく。あ、ゴールドまだわからない。昇格の目がありそうな気がするけど、あ、ゴールドのままか。なんか昇格してそうだな、どれか。いや、どうしよっかな。飛ばす、見てみる。飛ばす飛ばしたこ。あー、やっぱ来てたね。昇格してるわ。分かりづらい。レインボーになってほしいな。さあ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 、残りもうわずかだね。もう一人で天井まで行っちゃうよん。さあ、まだ闇メリ出てないよと。持ち上げて、さあやってこい、やってこい、メリオダス。今度こそ蹴りをつける。ぶっ飛ばせ。いや、これはぶっ飛ばせないか。あー、でも、あー、違うメリオダス来たわ。さあ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 、残り少ないよ、もうちょいだよ。さあ、もう一丁、もう一丁ぶっ飛ばしてくれい。オッケー、これは確定。闇メリ、闇メリ、早く来てね。闇メリ頼む頼む頼む。闇メリ来てお願い。これ昇格パティーンですね。オッケー、レインボー一体ね。はいはい。さあ、ここで出してほしい。なかなか出ないね、マジで。マジで出んね。いやー、出てほしいなー。来てー。来てくれー。無課金でも来てくれー。無課金に優しいガチャ、お願いします。無課金でも、来てほしい。おお、また師匠来た。おお、師匠。師匠さっき見切れてなかった、そういえば。あれ、見切れてたり見切れてなかったりしてなかった、ね、師匠見切れてたよね、さっき出てた時。いや、やられちゃったよ。もうやめてよ。ちょマジか。おいおい、もうやばいよ。もうやばいっすよ。これ来てほしいよ。やばい。もう天井行っちゃうよ、俺。おいおい、天井行っちゃうっつーの。出してくれよ。おい、ラストこれ。いや、もうラストはね、決めてくれるっしょ。おー、ロストベイン持ってるし、もう確定やん。確定だ。もう俺確定よ。あとはね、闇メリ出して終わり。そういうことでしょ。闇メリ出して終わりってことでしょ。そこは、まあ、フルカウンターだよね。フルカウンター打ちつつの闇メリを3、4枚ごそっと出してもらうって感じで、お願いします。お願いします。闇メリ3、4体。お！来たじゃん。あ、2体か。まあ。新しい演出か。お、いきなり？オーマイガー。エルラって、お前じゃない。お呼びじゃない。エルラっていらない。オッケー。ただね、最後の1体。
さすがに最後の1体はさ、闇メリちゃん出してよ。頼むわ。頼みます。お願いします。最後の最後、闇メリで締めたいです。お願い、お願い、闇メリ来てねと。OK。ゴーセルパック。オンマイ。パック、まあ、とりあえず最後まで見てみて、なるほど、最後はエルラッテゴーセルで終わりと。でこいつ報酬確認しますと。あ、これあれか、選択ね。はいはいはい、選択すんのね。それはもちろん闇メリっしょ。 OK、 闇メリでジジイという形っすね。はい、まあこれで天井まで、まあ、今回引いてみましたという感じで、まあさすがに闇メリ出なかったな。なんかいろいろ出たは出たけど欲しいのは出てないね。まあ最悪キューザックでもいいなと思ってたんだけど、闇メリキューザックはね1枚も出ませんでしたね。はい、まあ、とりあえずね確定報酬ゲットしたんで、まあそれで、まあ必殺レベル上げてっか、闇メリのね。まあ必殺2にしといて、とりあえずね。はいはい。で、2にして、これで、まあ今回のね、フェスガチャはこれで終わりかな。あ、そっか、ダイヤパック。これもね、ゲットしといてと。超進化もね、もう全然なくなっちゃったんでね、欲しいね。超進化コイン欲しいですね。もらっときましょう。はい、という感じで、今日はですね、フェスガチャマイレージ900まで回してみましたという感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。